この前ね、パリーグのその場内アナウンス、そのありましたじゃないですか。で、あの野号が始球式した、あの実は団長とまつり先輩現地で実はね、あのアナウンスをさせていただいたんですよ。これね、初めて言います。そう、ちょっと1ヶ月以上前の話なんですけど、実はね、団長大阪に行っておりました。そこでね、なんとなんと、もう初めて屋号に会って、 そこで初めてなんだよ、実は。団長ね、それこそオーディションとかはね、あのリモートだったから、リモートだったからね、屋号に会ったことなくて、そう、なんかちゃんとお会いしたのは初めてで、この前さ、ちょっといいお寿司食べたんだよ、ガハハって言った時あったじゃん。それもね、実はね、あのまつり先輩と2人でね、そう、食べたんですよ。屋号、いや、屋号だ、食事せんよ。団長やだ、屋号。なんで嫌かっていうと、まあ、みんな知っとると思うけど、ベストガールだよ。屋号ね、めちゃくちゃオーラがすごいの。団長もね、まあ、少しはオーラが出ててほしいんだけど、なんで、ミジンコレベルで、屋号すごかったもん、輝いてて、みんなが、その、屋号を見た瞬間にね、すごい声をかけてたらしくて、だから屋号とね、お食事なんて、そう、谷号社長とお食事なんて、そんな、もうちょっと、恐れ多いし、怖いです。うん、だからもう団長、そんなね、団長、ダメダメ。